はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ3リマスター版、死者の井戸のボス手前からやっていきたいと思います。で、またちょっとね、例によって差し込みが入りますので、武器の開発等ちょっとやってきました。なのでそちらをご覧いただいて、じゃあちょっと開発中のものを回収したいと思います。バスタードソード完成しました。魚鱗の鎧が完成しましたと。で、あと何やろうか。軍事傭兵でも雇っとく。強力な傭兵部隊を次の戦いに参加させられます。やろう。マスコンバット難しいからね。で、武器開発シルバーフルーレ開発する。で、防具も開発していきます。プロテクトスーツ開発する。来た、なんか殿、パッペンハイム傭兵軍団から書状が。資金難に苦しんでおります。10万オーラム、いや10万はちょっと高い。戦う。これマスコンバットやると確かね、もう即武器開発とかが終わった気がする。傭兵部隊雇ったことだし、ちょっとセーブして下にしよう。やっていこう。で、準備だね。まずは陣形はないでしょ。作戦だよ、作戦。ここにこれしかないからな、なんか使えそうなものが。統率回復、全軍退却も。でもまあ使わないっちゃ使わないからな。前列最強防御、生命力低下っていうのがすっげー気になるんだよな。後列前進、弱防御、モラル低下。いや、ちょっとこれでいこう。戦闘開始。疾風陣、なんか中央を突破してきそうだな。防壁の端んでいこう。じゃあこっちは相変わらずお決まりのパターン、これしか戦術が分かんない。速攻前進、ちょっと待って、防御しよう。ちょっと耐えてもらうしかない。モラルが減ってきたら、まあモラル回復して。交代攻撃って何？前進攻撃しよう。じゃあ攻められるときにちょっと攻めていく。やられた。うおー、やられてる。ちょっとやばくないか。交代しながら攻撃だからモラル回復か。けけけけけ、また負けそう。全軍突撃使ってきた。ちょっと待って、こっちのモラル下がるんで、ここで統率回復弱使って3回使っちゃおう。もうモラルだけちょっと回復しておく。やられてってるな。で、ちょっと耐え切って、耐え切ってもらって突きかけよう。もうこっちも少ない兵で行くしかない。傭兵部隊どうなってんの。あ、でもすげえ、なんかどうなってる。めっちゃ倒してる気がするけど、こっちも倒されてるけど。お、倒した。指揮官パッペンハイムがやられました。全軍突撃。こっちモラル下がるんじゃね。まあいいや。あ、でも結構押してんな。指揮官大丈夫？指揮官のところだけ戦闘してるけど。ミカエル、お前なら突破できる。指揮官みんな置いてってんだけどさ、うちの軍隊。いやー、勝ったな。でも最初もうやっぱダメだって思ったけど。新たな兵法、攻撃の端、なんと猛将の兵法、強撃陣。やったぜ。傭兵雇ってよかったな。もう一回さなきゃいけないんだっけ。ほら、シルバーフルーレ完成、プロテクトスーツ完成。よし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 。ちょ、もう一回さ、傭兵雇おう。5万、強い傭兵。50万になっちゃったよ、金が。ファルシオン開発する。で、防具も開発。死の指輪開発しよう。これのいいところはね、
あれなんですよ、材料を消費しないところなんですよ。消費しないというか材料を使わなくて開発ができるっていう。死の指輪とかね、死のかけらが必要だからね。で、内製もやってみる。なんか産業が不足してるから激安。なんかまた来たよ、1万オーラム。これか、1万オーラムくらいだったらまあなんかやってもいい気がするけど、もうやろう。で、一応またセーブしよう。まあいいや、負けてもいいや。で、演習の準備をする。え、陣形を覚えたわけじゃないの。あ、陣形は2つ選ぶんだね。前列で攻撃の壁、後列を温存。強撃陣、全軍の攻撃力を上げてじりじり攻撃します。攻撃陣と防壁、これでいこう。で、統率回復はやっぱ役立つね。よし、ちょっとこれでいってみましょう。ゴブリン兵やられたからな。ゴブリン兵は倒したんだよね。でもさ、こいつらミカエルじゃないからさ、あー、これしかねえわ。ゴブリンは強行突破していこう。そうだよね、突撃さえかけよう。倒してってモラルが減ってきたら突撃かける。半分くらいになったら突撃をかけますか。いや、3分の1減ってきたら、いけ、突撃かけてきた。じゃあ突撃かけよう、こっちも。よし、形勢逆転。まあ勝ったな。そう、ゴブリンはなんとかなるんだよね。相変わらずなんか大将だけいつも置いてかれてんな。倒した、ゴブリン王国万歳。全軍混乱、殲滅完了。合流地点に向かいます。さて、こっからゾンビがね、マジでわかんねえ。死人の狂信。縦列陣形でいく。モラルがないっていうところがマジでわかんねえんだよな。一気に突撃かける。いや、減ったら突撃でしょ、だって。ってやったら確かダメだったんだよね。モラルがないっていうか、モラルが見えないだけ。実はモラルあるの。無理、突きかけよう。減る、一応減ってる描写はあるけどさ。いや、強いよ。ゾンビがマジでわかんねえ。退却、さよなら。せめて指揮官をやられないようにもう逃げてくれ。軍退却。合流地点。あ、なるほど、これ合流してくれるってこと。騎馬兵がいないんだ、うち。騎馬兵攻撃だから。でも傭兵部隊がいるからね。強撃陣で行くか。前方に出るのが遅いんだけど、倒してはいる。傭兵強え。あ、ただ押し込まれてんな。ちょっと待って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 。いや、いけるいけるいける。真ん中のあいつらさえ倒せばなんとかなる。前列交代。いや、いけるいけるいける。突撃しよう、突撃かけろ。もう合流要請。全軍突撃。ここでモラルを回復させる。
卒回復。て指揮官がかなり押し込まれてる。統率回復。もう一回完全に回復させる。なんか指揮官だけいつも足でまといだよな。これ押し込まれてる。やられた、やられたけど、向こうの指揮官もやれる。どうだ、押されてるは押されてるよな。どうなってる。あ、倒した、やったー。これどっち、いやこっちの勝ちでしょう。生き残り勝負、ミカエル2100。やられてしまったけど、オッケーオッケー。攻烈攻撃、ちょっと強撃最初にやるとあれだね、押し込まれるね。まあ、一応勝ったからセーブしよう。で一仕事でファルシオン完成でしょ、で死の指輪も完成でしょ。金が減ってっけど、傭兵マジ必要で、これさ武器の開発とかってさ、あっちでもできた気がするんだよね。その工房でもこれ金かけずに、ナイトキャップとかちょっと工房行ってみよう。あっちは変なやつ来やがった。エドウィン、ゴドウィンの弟、私の領地を返せ。あ、ちょっと待って、ちょっと待ってね、セーブしてやるから、あっちで開発できるかだけ見に行きたい。なんか言ってきた。演習に現れた敵の正体が判明しました。リブロフの軍団であります。では背後にルートビッヒありか。ルートビッヒ殿とは無関係。リブロフ軍団の単独独断、そうとも思えんな。探りを入れてみるか。行け。え、ちょっと待って、か、呼べるわ影。よろしくね影。大変だな本当に、本人より忙しいじゃん。そうだよね、こっからも開発かけられるよね。ナイトキャップでは開発しましょう。こっちもいけるよね。死の指とかね、死のかけらが必要ですって言ってくるから、こういう材料が必要なやつは開発すればいいのか。政治で妖刀流行とかって必要ないよね。よし、じゃあちょっとロードし直して、これで開発して、死者の井戸にちょっと行きましょう。じゃあボスの方挑んでいきましょう。まあだいぶ戦力は強化したからね。とはいえスネークショットでしょ。もう分身剣はね、多分分身できる数が少ないと思うんだよね。剣による連続攻撃、レベルに応じて強化されるって書いてあるんで、レベルがそんな高くないからね。分身剣じゃなくて残像剣ね。まあ分身剣もそうなんだけど、ブラッディーソードのファイナルストライクを使ってしまおうかと思ったけど、これ全部使うのか。まあいいや、やろう。でブレードロールで大進撃だけど、ちょっと待って、大進撃こいつは飛んでるな、効かないんじゃないか。いや絶対効かない。骨砕きでいこう。でアーメントゥームはじゃあ水地でいくか。なんだかんだで大した全体攻撃はなかったな。いくつ37。まあ普通の攻撃、あーでも結構食らうな。手前のガーゴイル2体が全然強いからね、そいつらさえ倒しきれば。ファイナルストライク、すべての技ポイントを使う。壊れた。あー強いね。ブラッディーソードはこの粉に砕け散った。え、まだ生きてる。ただ800か、結構当たったな。お、復活はいないね。ということはライトニングピアスの、もうこいつやることがない、普通の攻撃しか。ハイパーハンマーだな。
で、まあ、骨砕きでしょ。で、水地。要は敵が湧いてくるのがね、鬱陶しいんだよね。ハイパーハンマー、いいねいいね、倒した。回復させないと。魔王の盾ゲット。そうか、魔王の盾か、ここに置いてあるわけではないんだ。そのまま魔王の盾をゲットするんだね。じゃあ入り口まで戻りますか。大車輪覚えた、やった強い、大車輪マジで強いよね。では登っていきましょう。出る。これでウンディーネとボルカノが待ち構えていると。よくも騙してくれたな。その盾を渡しなさい。何を言う、俺に渡せ。そんなこと言ってる場合じゃないでしょう。まずは協力してこいつから盾を奪うのよ。わかった。さてボルカノとウンディーネ、ここはスネークショット一列になってるよね。でユリアンどうする。残像剣使うか。でブレードロールで、こいつはさすがに大進撃いけるっしょ。なんかボルカノ飛んでるようなさ、あれだけど飛んでたら超人でしょね。なんか足浮いてるけど、いいねいいね。ウォーターポール、これなんだっけ、全然よくわかんない。ファイアウォールも使ってくるのか。ターンの最後にねファイアウォールか。ああなるほど、そういうことか。スタンしたけど無駄だったな。マジそこそこ強い。960も回復する。地層が水になってるかウォーターポール使われたからね、まあ、どっちかさえ片付けばだいぶ楽になると思うんだけど。うおー鬱陶しい。魚鱗装備させとけばよかった。げっ、かなりの火力だ。スタンした。オッケーオッケーオッケー。大車輪覚えて、マジで助かったけど、ウォーターポールほんと鬱陶しいわ。またパワーヒールで起こすか。残像剣で大車輪、これは何なの。結局命中率が下がるとかそんなようなやつ。よしよし、スタンした。っていうかもう攻撃されてたか、スパークリングミストで。ただウンディーネ1人なら。よし、地層も変わったな。パワーヒールで変わったのかよくわかんねえや。あとはとにかく攻撃あるのみ。ライトニングピアス、疾風剣で、ハイパーハンマーでいいや。で骨砕き、まあ水地だな。スパークリングミスト、無駄なことばっかりするな。こっちは助かるけどね。おーい、おい強い。ウォーターポール、あれなんで最後の800号って何、超謎なんだけど。そして死んでいった。負けたわ。好きなようにしろ。2人ともあんまり町の人を困らせるなよ。ということでこのイベントは終了。一応魔王の盾がね手に入ったっていう感じなんだけど、まあ魔王シリーズはねちょっと扱うのが難しいからね、癖がある。有効属性すべてねあるんですけれども、全部確か 20% の確率で回避してくれるのかな。ただね魔王シリーズは装備すると技 P が2倍になるんで、それがかなりきついんだよね。確か前回のバーチャルコンソール版ではエレンに装備させてた気がするけど、ちょっと今回このまま置いときましょう。でヴァンガード、
で、ヴァンガードで情報を集める、これは関係ない。パブ、マスターはイルカが大嫌いらしい。イルカって聞いただけでビクッとする。ここの親父は昔悪だった。情報は、世間話は何にもない。キャプテンに話しに行こう。私がヴァンガードのキャプテンである。ルーブ山地のふもとに小さな村がある。あ、そうか、これ聞いといてよかったな。で、これは動くらしいんだけど、ヴァンガードがね、私たち熱々なんです、私たち熱々なんです。くそ、この野郎。しかしそれを報いの時が来る。それを今俺が引き起こしてやろう。もういいんだっけこれ、寝ちゃって。何にも起きない。確かね、なんか殺人事件の話がないといけないんだけど、まだイベント的に起きないのかな。ま、ちょっとよくわかんないから別のイベントを進めてきますか。話が進んでないんで、ミューズ様のイベントをやりに行きましょう。で、2人開けていかなきゃいけなくはないか。勝手に外れんのか。ちょっと待って、誰が外れんの、なんか怖えな。ミカエル、ユリアン、サラは外したいでしょ。ノーラ外すか。ちょっと1回パブで外しておこう。ユリアンとか外したらもう仲間になんないから、またいるかな、仲間と別れたい。とりあえず大丈夫な、サラ。ノーラ外したらダメだ、いなくなってしまうから。エレン、ちょっともったいないけど、これで行こう。あれ、飲めるの何人までだっけ。なんか情報がごっちゃごっちゃになってきたな。私は今からミューズ様を救いに行く。君はここで見ていてくれ。ミューズ様はここにいるではないか。一体どこへ行くんだ。ミューズ様はムマの秘薬を飲んでしまった。これを飲んだ者は眠りに落ち夢を見る。そしてムマに意識を奪われる。ミューズ様は今夢の中でムマと戦っている。私も夢の中へ入りミューズ様を助ける。この薬を飲んでな。最高、一緒に行く。夢の中へは何人でも行けるようだな。私も行きましょう。いいのか、二度と目覚めないかもしれないんだぞ。では行こう。あれ、何人までとかなかった。シャールは弱いからね。ミューズ様の夢、ミューズ様は別の場所でムマと戦っている。シャール強いいや、シャールはね、ちょっと手をね切られちゃってるんで、腕力と器用さが少ないんですよね。まあ、術を使わせていきますか。ここら辺はもうちょっと忘れたな、正直。バクの涙、敵はあんまり戦いたくないんで、銀の手は最低でも回収したいよね。陣形が元に戻っている。まあ、バクの涙があるから技はどんどん使っていっていいと思うんだけど、エアスラッシュにしとくか。夢の中から戻れなくなる代わりに、宿屋的なバクの涙がかなり手に入るという感じですね。一応詰まることはない。仮に脱出できるだけの力がなかったとしても、バクを倒してればいずれ強くなる、まあ、そういう感じ。
バクの涙で、これも関係ないでしょ。あ、こっちに来た。これも関係ないでしょ。ちょっと待って、どうなってるんだこれ。全力でいこう。ちょっと陣形がフリーファイトになっている。まあ、そんなに強くはないね。エアスラッシュも超弱いか。175か。疾風剣ほんと強い。てか剣使わせるやつ他誰かいるかな。剣が得意なやつ。あ、ハリードか。普通にハリードはただカムシーに使いたいからね。使いたいっていうか別に。あ、水地覚えた。やった。仲間にはしないけど。でこいつ宝箱の方に行きやがった。倒していこう。証券なんかもうちょっとねいい技欲しいよね。疾風剣はマジで強え。技が欲しいよな。コンボはいいね。まあ、上がるのは上がる。あ、夢見る宝石。夢見る宝石ってどういう効果。眠りを防ぐ。一応ユリアに装備させとこう。牙の守り今はいいや。夢見る宝石にしよう。あそこにミューズがいるね。ミューズがいるけど生き方がよくわからん。こいついつも左に寄ってくるな。腕力と器用さがないってことは武器絶望的だからね。シャール、他の人たちかな。1000くらい当たる技をひらめいてくれるとすげえいいんだけど、基本400くらいだよね。それくらいのランクの技なんだな。ユリアンが特殊すぎるんだよ。疾風剣とかいろいろ覚えて。ああ、手に入った銀の手で、銀の手は手に入ったのはいいんだけど先へ進みたい。え、ここ入ってこっちから出て、なんかね、なんかがスイッチになってんだよね。ここ下に降りてもここでしょ。どうすんだっけ、ここ、ここ、マジでわからん。一旦ここ入ってここから出て上に入ってなんか倒すんだっけ。ちょっと女性が近づいてきている。うわ、ここ下に降りると、あ、そうか、こっちに、ちょっと、ここ入ってなんか消えるんだっけ。消えたね。でこうやってこうやってこうやって関係ねえし。
いけた。あの二人がスイッチだったのか、多分。じゃあちょっとバクの涙を使って、どこにある？完全回復。してからの、セーブをして、行こう。一人では無理だわ。お父様。シャール。ミューズ様。あなたたちどうやってここに？この夢はムマに支配されていて、私は助けを呼べないはずなのに。私たちもムマの飛躍を飲んだんです。私のために命を懸けて。絶対ムマを倒して目覚めましょう。ミューズ様のためならこの命投げ出しても惜しくはない。ミューズ入れてると何か言ってくんだけどね。めんどくさいからいいや。お父様、シャールよ、共に戦ってくれ。クレメンス様。見た目は強そう。楽しい夢の世界へようこそ。ただ容赦はしない。え、なんかある？特に使うのない。ファイヤーウォールでも使っとくか。てやー、107、まあまあだな。疾風剣、いやー強えわ、マジ強え。ライトニングピアス、角、無駄4とか。あれ、ファイアボールって発動した？レベルが足りない、もしかして。ファイアボールはただファイアボールにしかならないだね。レベルが足りねえんだ、シャール。弱すぎる。じゃあ、スラッシュしかなくね。まあ、多分これだったら自己死することはないと思うんで。一応クリティカル。おお、ミューズ。ミューズはどこだ？ミューズはいない。貴様に合わせるわけにはいかん。そのまま夢とともに散るがいい。ライトニングピアスからなんか覚えないかな。やっぱ象形はサザンクロス覚えたいよね。おお、一気に3人も見切ったんだけど、もともとユリアンはね、眠りのやつ装備させてるから。ただここで見切ってしまったってことはもう技の空きがない気がするんだけど。メガサクション、これどんくらい食らう？まあまあまあ、500回復したか。でもトーマスがちょっとやばいね。また叩いて回復させるか。あー、ちょっと待って、回復だ。パワーヒール、ユリアの疾風剣がなくならない限りはまあ大丈夫でしょう。デスグリップ、即死の追加効果があるのかな。ほんと疾風剣頼みだな。おお、ミューズ、ミューズはどこだ。さよなら。疾風剣の極意、催眠の見切り。よし、ありがたい。ミューズ様が起きた。ごめんね、ミッチ、心配かけてありがとう。あの薬、ローブを着た人からもらった。赤いピアスをした優しそうな人だった。教団の一番偉い人、マクシムスだが、なぜマクシムスが。夢の中で手に入れたアイテムが消えていく。夢見る宝石、バクの涙、銀の手。
銀の手は消えない。やったぜ。ということでちょっとエレン引き戻してこよう。すまんな、ちょっといろいろ手違いで。ミカエル様、もう一回仲間になってくれ。で、銀の手は一応二刀流ができるんだよね。どうしようかな。まあもちろん盾は装備できなくなるけど、両手持ちのやつはダメだから。剣なんかあったっけ。パルシオンがある。パルシオンもそこそこの攻撃力あるし、ちょっとで大盾は外そう。でこれを瓶の手に変える。 OK。 で一回寝よう。で次のイベントどうしようか。スタンレーとかもな、行くとこないしな。ピドナ、リブロフ、妖精イベントをちょっと進めたい気もするけど、てかバンガードのイベントが進まないからね。ロアーヌ開発どうなってんだろう。ツバイク、ツバイクって引かれたらあれが発生するのか。教授のマシンイベントが、いや、やっぱりヴァンガード進めたいわ。殺人事件の話しないかな。なんか殺人事件の話が出たら多分イベントが進むんだよね。いや、ないな、まだないな。ウィルミントンもあれだしな。グレートアーチ、ここも特にない。でここもない。砂漠ってどうやって行くんだっけ。これさ、カーソル合わせるの超むずいんだけど。リブロフ合わないし。通って、なんて言った。ルートビーフやリブロフで力をつけたのに、ピドナに行ったらこの町のことは全く構ってくれなくなった。あ、そういうこと。ラザイエフ家は後継ぎで揉めている。ラザイエフはリブロフ1の商人、ヤーマスやウィルミントの商人にも負けていない。だって船で行けるとこってピドナしかないっしょ。ミルスもな、何もないからな。うん、ちょっとやることがなくなってしまったぞ。なるほど、このヨハン先生からアビスゲートのことを聞かなきゃいけないんだね。超シカトしてた。アビスゲートのこと、長くなりますけどよろしいですか。はい、アビスゲートのことは私がお話ししよう。ヨハンネスだっけ、ヨハンだっけ。試食によってアビスゲートが開いた。父が試食の前に行っていた天文の観測と試食後の私の観測を比べると星の位置がずれている。古い書物で調べてみてもゲートの力が星の位置をずらすのは確か。ずれは小さく、ゲートの力はまだまだ弱い。しかしゲートから流れ込むアビスの力はこの世界に混乱をもたらしている。アビスの巻族もゲートを大きくするチャンスを狙っている。できる限り早くゲートを閉じなければならない。ゲートは伝説通りの位置にある。すなわちビューネーのゲートはロワーヌのタフターン山に、アウナスのゲートは南方のジャングルに、ホルネウスのゲートは大西洋に、西太陽だ、これいつも間違える。そしてアラケスのゲートはピドナの魔王で、これが私の天文と書物の研究による成果。まあ本当だったね、これをやっていくということになるんですけど、知ってたからシカトしてた。でそれがアダになったんだな。あ、なるほど、これでこいつらが死ぬのか。
お手洗いとかさ、外にあんの？家の。ちょっと嫌だよね。このさ、フォルネウスのさ、手下もさ、芸が細かいよな。しかも結構、運ぶの苦戦してるし。よくショットって。というわけで、キャプテンに話を聞く。全くひどい事件だ。何か情報があったら私に教えてくれ。で、寝るか。じゃあ殺人鬼は夜になると出てくるらしいっていう話を聞かなきゃいけないのかな。パブに行こう。またイルカの話か。変わんねえし。何か情報は？赤サンゴは音階の特産品です。だけ？世間話をする。景気はどうだ？赤サンゴの話ってなんで？殺人鬼は夜になるとやってくるようだ。というわけで宿屋寝ようじゃん。今夜も出るかな。トイレぐらい寝る前に行け。あ、甘いぞ。一匹倒したんだ。さて、倒していきますか。分身剣、残像剣。何人残像できる？大車輪、ブレードロール。いや、マジ強い。ホルネウス兵弱いな。さあ、一件落着。で、ちょっと技、催眠はいいや、とりあえず封印しとこう。こいつももう、てか切り払いとか翡翠たち使っていかないと。空きがない、空きが。足払いとかいらない。もう2段突きももういらなそうだな。もういいや、脳削りやっとこう。2つ開けときたいよね。戦闘陣形、まあワールウィンドかな。いつもの配置で。これで町長さん、ボルネス兵に襲われた。なんてことだ。どうやって町を守ったらいいんだ。動かそう、ヴァンガード。西王はホルネウスと戦うためにヴァンガードを作った。うん、できるだろうか。君はもちろん協力してくれるよね。まあ喜んで。まずはヴァンガードの内部へ入らなければならない。どこから？わからん。まずはそれからだな。一回出てキャプテンに話す。どうだ、入り口は見つかったかね。ダメだ、どこにも。キャプテン、足の下。なんだね。おや、何かな。こんなところにあったとはさすがの私も気づかなかったよ。はっはっは。じゃあ行きましょう。ここ結構ね、めんどくさい、めんどくさいんだよね。で、宝箱とかは一回全部シカトします。敵がいなくなるんで、敵倒すとその時に回収しよう。で、翡翠たちが3だから、まずは翡翠たちの極意から覚えていきますか。スカルクラッシュもうまだ極意覚えてなかったよね。あとなんだ、エイミングとかって覚えてたっけ。
だよ、斧を強いやつ装備したいんだよ。いいね、これが二刀流。結構攻撃をしてくれる。スカルクラッシュは覚えた。ミカエル、インプリズン、マタドール、めんどくせえのしかねえな。これ全部疾風剣以外全部だな。ノーラーも全部覚えてる。エイミング、そらエイミング使っていくか。でここの扉も全部シカトしていきましょう。虫がはびこっている。インプリズン使ってく？とりあえずスカルクラッシュ覚えたから、いい火力だ。マジで効かねえかな。サイン使ってくるんだ。あ、エイミング火力は高いね。多分ディレイはかかってるけど行動が遅い。その分火力が高いっていう話か。さてと、一応ボス的なのがいるんで、カチッてできるんだっけ。できる。ただこいつを倒さなきゃいけない。あ、こいつら4人か。早急に始末しよう。大進撃当たる。ちょっと飛んでんだか飛んでないんだか分かんねえ。大車輪。霊気も弱えな。魚鱗つけてるから。ブレードロールもほんといいわ。さて行こう。何にもならんということで元に戻りましょう。これね、歩いて帰んなきゃいけないからね。でこの帰り道はもう敵がいないんで、その時にゆっくりと宝箱を回収していきましょう。霊衆忘れてた。これどっから出てくるんだ。ここかい。これもあるね。あれ、これ落ちるんだっけ。関係ねえ、なかったし。宝箱は、ああ見える宝箱。ん、こっちは、あれ、なんかどっちもいけるぞ。ちょっと右の階段、ここを登ったところに宝箱ありそうだからね。生命の大元、これ上に登ると宝箱、牙の守り。でこの真ん中がまだ行ってない。いや、まあ何もないかも。で、あそこの宝箱も回収しておこう。角兜。
左になんかあったっけな。あるな、宝箱。600オーラム。さて、蝶々さん。古い本で調べてみたんだが、コントロールルームの様子はこんなだったかね。まあなんか間違い探しみたいな感じだけど、イルカが置いてないんですよね。真ん中のイルカ像がなくなっていた。何？あれはオリハルコン製の玄武術増幅器なんだ。あれがなければヴァンガードを動かすことはできない。オリハルコンは高く売れるから盗まれた。入り口は1箇所しかないのに。市長の足の下の入り口を誰かが知っていた。そういうことだ。町のものかもしれない。信じたくはないが。というわけで、イルカの先を行きましょう。何か情報は？世間話。イルカ。イルカ。イルカ。あれが大事なものだとは分かっていました。でも金が欲しかったんです。おかげで店も持てて、今じゃ女房も子供もいます。見逃してください。お願いします。イルカを誰に言ったか教えてくれ。ヤーマスの土方で紹介。あそこは盗品でも高く売ってくれるルートがある。なるほど。でヤーマス行くんだっけ。盗品を買ってくれるのはどこだ。ここ、白銀の剣、4000円か。白銀の剣の二刀流はちょっと高えな。ここか、こいつか。銀行だった。いるか。まずは何か買ってください。なんか買わなきゃダメなの。戦斧は買ってあるんだよね。 S とか持ってラーメンテーブルもある。高えな。全部心の公約でも買うか。あれは海賊ブラックに奪われてしまった。じゃあ海賊ブラックだな今度は。というわけでグレートアーチへ行きます。こいつ、ブラックの財宝のありかを知りたくないか100オーラムで教えるぜ。ご老人、ブラックの宝にオリハルコンのイルカはなかったか。おお、あれはブラックの宝の中でも素晴らしいものだった。どうしてあのイルカのことを知っている。ヴァンガードを動かすために必要なんだ。ヴァンガードでなければホルネウスとは戦えない。ホルネウスと戦う。そうか、イルカのありかを教えてやらんでもないが、金が欲しいのか。いや、わしも連れて行け。連れて行くか。てかもう連れて行くしかないからね。義足の元海賊、右へ進みな。陣形が変わるはずだから、またワールウィンドにしとこう。なんとなく、なんとなくいつものフォーメーションがしっくりくるんで、ちょっと並び替えしときます。技ポイントはほぼほぼ使ってないから、このままいきますか。今の戦力的にはどうなんだろうね。巻き族と渡り合うだけの力はちょっとないけど、イベントをこなしてね、強くなって四巻き族と戦えるだけの力を身につけていくみたいな、そんなところ。ただマキシムスのイベントが終わればね、西欧系の武器がかなり手に入るんで。まあ一応こいつに沿っていくか。左は何もない。右へ進んでいこう。宝箱がある。岩石1。あれくらって1で済むんだ。エイニング、そう考えるとコスパいいな。
まあ、最後に攻撃するっていうあれはあるけどさ、一応ねイルカのところにボスはいるっちゃいるんだけど、まあ、技使っていっていいでしょう。翡翠たち、強い、本当に強い。エイミング使っていくか。じゃあボス戦はゲッ、アイテムいっぱいとか言ってきたんだけど、どうする、なんかいらねえのある。結界石はさすがにないし、エーデルワイス、エルダーボー、戦うのはいらないか、捨てよう。力の攻略とか使っても次何か持てねえって言い出したら、てかイルカゾン持てなくね、このままだと。げっ、ちょっと待って、後ろにあいつがいる。ニック機、ニック機、あいつがブレードロール使おう。大進撃はちょっと飛んでる時に大進撃効かないっていうのかな、やっぱ痛いな。大車輪、こいつだよこいつ、倒した。もはや俺の敵ではない。え、あそこにいるやつと個体違う？普通に出てくる方が弱いのかな。ちょっといろいろまた敵の種類が変わってきたな。ブレードロール、この鳥もなかなかやんな。あとはスケアヘッド、こいつはエイミングだな、やっぱり。一回ここ終わったらアイテム整理するか。いるか、こっちだ。こっちもお宝があったかもな。お宝取りに行こう。もうあからさますぎでしょこれ。50オーラム、お宝って全然お宝じゃなくね。50オーラム、奥から行けばよかったかな。これ敵が出てくるんだよね。全部罠じゃねえかよ、このボケ老人が。こいつら復活したままかな。やったー、石像に戻ってる。この辺りにお宝があったかもしれないがよく覚えていない。本当にボケてんな。一応宝箱はある。精霊石いっぱい出てきた。ブレードロール使おう、大車輪も使おう。巻きつき、あ、やべえ、まひる、まひった。よし、ただブレードロールでいっそう。ちょっと変える、またいっぱいいんな。しかもめんどくせえやつらばっかだ。大車輪、これほんと強えよな。
結界石、結界石かなり貴重だからね。っていうかこいつまた出てくるのか。敵が強くなってるな。ブレードロールいいね。全体攻撃が先に続いてくれると楽。ここはこれだけ、なんか隠し通路みたいなのはなかったっけ。なさそうやね。カエル3匹か。これは普通に倒していこう。巻き切り、下道剣、かなり毒になる確率高えな。カエル戦士、ついたち、なかなか覚えない。え、なんか言ってくれよ。宝箱ある。スパイクシールド、え、いる？いらなそう。ちょっと一回じゃあエーテルオイス使っちゃおう。なんか敵の数ほんと多いな。完全に回復してんな、エーテルオイス。ちょっともったいなかったかな。まあいいや。で、もしなかなかに食らうな。ヒートウェイブー、そこそこ熱い。大車輪、よし、極意しとく。まあ封印はしないけどね。ここは攻撃でいこう。このサソリみたいなの意外にタフだな。げっ、出てきた後ろから一体。いつものブレードロール、大車輪で始末しよう。これ強いんだよ本当に。こいつのこれ、消えろ。サンシャイン、そこそこ食らうな。お、エアロビートって何。なんかあまり強くはない。大車輪遅かったな、もったいない。コンボはちょっといまいち技を全然把握してないか。いや、もうバイキングアックス、どうする。チュニックとかいらねえか、捨てよう。ん、ほいほいほい。いや、バイキングアックスもね、多分いらないと思うんだよね。なんか特殊な技あったっけ ?17 か。ちょっと使ってってみよう。せっかく手に入れたから。なんかありそうだからね。生命の音。ん？どこだ？なんかあったっけ。これ押すんだっけ。さっきと同じだが、今度はスイッチを入れると石像が動き出す。え、ちょっと待って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 、そんなのあったな。どうなのこれ。しかとしよう。一番上の宝には触るな。
触るなと言われると触りたくなってしまうけど、まあ触らないでおくか。仕込み杖、仕込み杖ハーマンに装備させとこう。こいつ持ってんな、仕込み杖いらないっしょ。1000円、金も結構増えてきたんじゃない。エイミングだな。あ、バヒキングアクセ使うって言ってたな。翡翠タッチ、強い。お、エイミング覚えた。ちょっと技一回整理してみますか。インプリズムマタドール、結局こいつ覚えない。あと1個空いてるでしょ。エアロビートってほんと何、衝撃波が敵を襲う、いまいちわかんねえ。あと風車だけか。ブレードボール何気にまだだったんだね。使ってく。じゃあカザグル、いや、そもそも発動しねえかな。グランダスパイク、そんな強くなかったもん。このサソリね、強いのよ。術種、うわ、いっぱい出てきた。そしてこいつがいる。大車輪も使っていこう。翡翠たち、これは返されるぞ。セルフバーニングであっち。レッドロールからの大車輪、でこの宝箱も回収して1000円。今いくらある？8100円か。カエル戦士に当たるとは。ちょっと技ポイント節約していこう。もうボスだからね。てか持てるだけのアイテム欄なくねえか。なんかハーマンに持たせりゃいいのかな。いらない防具とか。もうなんかこれいらねえなみたいな。でイルカ像ちょっとセーブをして、きたー。でスネークショット残像ブレード大進撃大車輪。お、3人当たるね。スネークショット、大進撃マジ強い。空中の敵に効かないっていうのがやっぱ難点なのか。雑魚だったなこいつら。残像剣極意取得した。イルカ像を手に入れた。やったぜー。帰ろう。ここから外に出られる。出よう。ではヴァンガードのキャプテンに渡しに行きますか。あれ、設置しに行かなきゃいけないんだっけ。イルカ像をコントロールルームにセットしたまえ。あ、
あ、っていうか行ってくんなかったわ。自分で行かなきゃいけないんだ。というところで、じゃあ今回はここで終了して、ちょっと次回始める前にイルカをセットしてやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。